ちょっと皆さんに真剣に、お伝えしなければならないことがあります。今回はちょっと冗談抜きで、緊急で、動画回してるんですけど、もう言おうか。実はですね、3月27日の入場無料、ZEP ナンバーなんですけれども、まあ、そのことについてちょっと、お伝えしなければならないことがありまして、ネロジンチャンネル。ここがいっちゃんむずいな。しんくん、しんやさん、ちょっと聞いてくれます？しんやさん、はいはい。なんとですよ。なんとってね。あ、なんか撮影ですか？いいっすか今。いいやね。人のチャンネルで遊んで。いや遊んでないっすよ。勝手に撮ってそんな回して。いやちょっと聞いてください。めっちゃ私服やし。何？なんとですよ。まさに今の今。うん。ZEP ソールドアウトしましたー。絶対うそや。ほんまです。もう見てもらって大丈夫です。こう PTX ほんまに、はい、ありがとうございます。一台ほんまか。あ、ほんとです。ちゃんと僕数把握してるんで。もうパンパンです。おめでとうございます。絶対ですや。ありがとうございます。おめでとうございます。ほんまやて。もう自分でも信じる。どうする嘘やったら。嘘やったんですか。ほんまに、はい、どうする嘘やったら。いやもう全然もう何でも見せますよ。誰が見たいの。ほんまに。それぐらいほんまっす。うわ、皆さん応援ありがとうございます。ありがとうございます。ついに、はい、ついに ZEP、 ついに満員。満員です。マジかよ。2週間前今、はい、何日。3月の12日、はい、誕生日3月21日までにもうすでに完売できた。完売じゃない、売ってないから。売ってないですか。ソールドアウトって言われへんねんけど、はい、俺な、はい、この日のために英語でなんて言うんやろって調べてて、おお、満員御礼を、おお、なんとやね、はい、フルハウスって言うの。フルハウスです。うわあ、さすらってるな。さすらってる。もう、あ、ちょっと、もういい。はぁはぁな。生き上がってるやん。生き上がってるやん。いや、でもほんまおめでとうございます。ありがとう。ありがとうございます。もうちょっと、万吉の吉吉なんで。ちょっと待ってな。でも、ちょっと一回、ちゃんと座ろうか、それで。お、急に回すから。あ、すいません。ほんまに何にもあれないや。そこでいいですか。ほな、行こけ。なんとですね、皆さんの応援のおかげで満員御礼となりました。イエーイ。ありがとうございます。やったー。やった。またやんのそれ。それまたやんの。危ないっす、危ないっすよ。危ない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 。じゃあじゃあじゃあ、バレてるから。満パンっすよ。やばいです。ほんまにやばいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやほんまにな。まずやで、あの日本一周、47都道府県も達成しました。ありがとうございます。おめでとうございます。マジでちょっとほんまに11月よう見て考えたら9日からか、はい、11月9日から始まって、はい、今までで一番、日本3周目やけども最速記録だいたい約110日間ぐらい。そうですね、出てたもんな。はい、実質間ちょっとこっち帰ってきたり年末とかであったんで、うん、レコーディングもあったんで、まあ100日ぐらいかな。あとは、まあ、ボランティアもね、はい、今回、深夜ちょっとな一緒に行って、まあ、貴重な経験って言ったらあれやけど、やっぱ実際にこう行動に起こす大切さ、やっぱ行ったら感じるやろ。いまだにさ、もう3ヶ月経ったんよあれ、震災から。いまだに炊き出しもやってるし、うん、で全然復旧復興できてないよ。だからいかにこう早く、サポートするんかっていうのがすごい大事やねんな。あの時にこうみんなうわーって動き出してた人、実際にボランティアでもさ、俺らより全然若い子は動いてたやんか、はい、やっぱ感動したもんな。こんな20歳ぐらいの、はい、ほんま大学生もいましたよ。そう、はい、だからこう、まあ、社会ね、この社会でこういろんなことを言われるけれども、実際こう行動している人が一番僕はすごいなと思うんで、まあボランティアにも行かせてもらったんですけど、まあ、日本一周達成できて、で頭を下げてですね47都道府県回りました。
それでもですね、やっぱり今回もどかしさもやっぱり感じて、まあ日本一周3回目やけど、3回とも全てにおいて感じることやねんけど、まあ行った都道府県を後からこの都道府県はいつ来るんですかって聞かれたりとか、なんかすげえいつも応援してくれてる人嬉しいんですけど、なんかそのもどかしさ、これ SNS でなかなか伝わらない、 YouTube もそうなんですけど、本当に伝えたいことが全然動画が再生されへんかったりとか、あとは47都道府県全部回るだけでもやっぱ2日に1件ペースで回ってライブしてたんで、まあそら行けたらいいんですけど、各都道府県やっぱ1箇所になっちゃうんで、それでもまあどこどこに来てくれ、何々県に来てくれたけども、こっちに来てくれなかったんですねっていうと同じ県の人が言ってきたりとか、なんかこうまあ自分のこう未熟さというか、まだまだこう人を動かす力がないんやなっていう風に感じたし、まあショックやね、ある意味ね。うん、その皆さんが住んでる都道府県に行っても、まあ電車で例えば30分のところでも動く気にならないというか、うんうん、それはまあ俺の魅力の問題やから、どうしても会いたいっていうふうに思ってもらえるような人にならなあかんなと改めて感じました。はい、これでゼップ満員ね、とてもまあ嬉しいんですけど、これはねスタートラインです。しかしまだまだ未熟なんですけれども、今回のゼップナンバーに関しては、本当にこのチームネノシン5人で動いてます。イベンターを通さずにですね、今回ライブにゼップ規模に挑戦するんで、まあほとんどそういう人はいないんじゃないかなと思うぐらい、結構大変なんですけれども、まあそれを入場無料でね、やるというとんでもないことなんですけれども、まあ僕は、皆さんから見たらこう入場無料でやっててすごいなとか、あとは逆もあって入場無料やけど投げ銭でお金取っとるやんけっていう声もあったりとか、まあ賛否両論はいろいろあるんですけど、でもまあ勘違いしないでほしいなと思うのは、やっぱり路上ライブで僕は人生が変わったんで、路上っていうのは正直まあ場代はかかりませんね。でそこで僕がパフォーマンスをします。それに価値をつけてくれた人がチップをくれます。それで僕はこの世界はなんて素晴らしいんやっていう風に感じたんで、それをずっと続けてきて、それがただ会場になっただけです。で僕たちが会場費を払ってお金を払ってまでやっているだけであって、本当に皆さんに僕がライブをした後に価値をつけてほしいんですよ。お金がない人が投げれない人も来れるような、そんなライブにしたいからこそ入場無料でやってますし、見た後に例えば1円でもいいじゃないですか。僕の歌に1円の価値もないなと思ったらもう全く投げなくていいんですけど、でももし1円でも10円でも価値を感じてくれたら投げ銭をしていただきたいなと思います。それが僕たちが儲かるためではなくてですね、もっともっと信念とか理念というのはもっと深いところに根底にあります。それはやっぱりエンターテインメントに貧富の差をなくすという部分であって、すごい大切なところなんで、僕は入場無料にこだわり続けているわけです。ゼップね、ありがたいことの前になんですけど、結構ね、DM 来てるもんな。ね、DM とか、いろんなとこでちょっと行きたいんやけど、とか、なんかこう、どうやったら行けるんですか、はい、まだまだ来てるんで、ちょっと席確保ってこう、もう難しいかな。いやー、ちょっと難しいかな。もう、パンパンっすね、もう。いや、無理やね、いつだよ、もう。そうっすね、だってもう席もいろいろレイアウト組んで、今もう満杯なんで、ちょっと難しいですね。その上でもうソールドアウト、満員御礼っていう。あるとしたら、うん、今回カメラ入れるんで、撮影のね、うん、このカメラで席をいくつか確保してるんで、まあ、そこをちょっと潰すというか、なるほど。そしたらまあ数十席ぐらいですかね、は追加でいけるかなっていうところですね。でもカメラをちょっと減らすみたいな感じになるんか。そうですね。今回だってカメラ何台入るんですか。全部ででも6台7台ぐらい。7台ぐらい、はい。はいいな。それのカメラマンの配置をちょっと工夫して、で席を開けることはまあできるかもしれない。まあ可能性あるとしたらそれぐらいですかね。そうですね。一回なんでその ZEP 会場側にもちょっとそれは確認しないといけないんですけど。確かに。もう提出しているものがあるんで。ちょっと現状難しいって思っといてください。もうパンパンなんで、結構何百件も連絡くれてるんですけど。ありがたいな。そうです。もうその方にはやっぱりこう、早めに申し込んでなかったからごめんなさいとしか言えないんで、はい。なんとか頑張ってみます。あ、頑張るのは次第なんですけど。ちょっと。はい、一旦その後確認してみます。今から。まあでもライブってずっと思うねんけど、最後の方にバタバタバタって申し込みあるのなんなんやろな。
そのずーっと前から言うてんねんけどな、11月から言うてるわけじゃないから、もう4ヶ月以上経ってて、最後にバタバタバタってくんねんな。なんか不思議よな。で、逆もしかりで、直前に言ったらさ、もっと早く言ってよとか、それが例えば1ヶ月前とかに言うとするやん。1ヶ月猶予あったとしても、もっと早く言ってくれないと、1ヶ月前にもうシフト出すからみたいなんとか、あったりとか。でも、どうしたらええねんって感じやな。難しいけど。あとあれ言っていいですか？チケット券持ってきたら入れると思ってるから。あ、結構いい、ね、あ、そうだね、一言うときますか。あとね、チケットね、で私で日本一周回ったんですけど、そのチケットを持ってきても絶プには入れないので、はい、チケットについてある QR コードで申し込みをしていただかないと入れません。で、もちろん無料でできるんですけど、チケットだけで入れないので、そこはご注意ください。ただもうソールドアウトしてるので、チケット持ってるけど中に入れないとは全然あります。申し込みしたかったけどソールドアウトしてるから申し込みできないみたいな、その行き違いがあったら悲しいんで、はい、今チケット持ってて、でもまだあの申し込みしてない、あ、そうなんや、入られへんねや、これではっていう方、もうずっと言い続けてきたんですけど、これはね、毎回路上ライブでも言ってますし、でも今まだそれでも気づかんかったっていう人がもしいれば、はい、今一度確認してください。今一度確認してください、はい、そして PTX っていうアプリが必要なんで、そちらもダウンロードしてよろしくお願いします。お願いします。チケット持ってきて会場に来たけど入られへん、もう満員ですってなったらめちゃくちゃ悲しいんで、はい、どうかご理解よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、投げ銭に関しても今回まあ路上でもずっとやってきたんですけれども、投げ銭の時間を少し作りますので、ライブ見終わった後によかったら僕の歌に、僕の活動、そして僕の人間性、僕たちのチームの人間性、すべてにおいて、価値を決めてください。今回は入場無料でゼップに挑戦します。ひとまず満員御礼ということで、はい、本当にいつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。シングシング、さっき話したじゃないですか。おう、カメラの席をちょっとどうにか解放できないかっていう。はいはいはい、どうやった？今会場側に確認したんですけど、いけました。お、マジで？すげえ。無理言ってというか、無理言いました。はい。だいぶ無理言ったやろな。マジで。さすがやな、次第。わあ、すごい。なので、まあ、数十、まあ、100席前後ですかね。ちょっと、数は、この後ちゃんと計算するんであれですけど、とりあえず追加で確保ができました、席が。おっしゃー、ありがとう。じゃあもう一回ちょっと、じゃあその分 DM いただいてたりするから、まあ SNS でちょっと募集しようか。そうですね。まあでも実際もソールドアウトってことやもんね。そうです。ここはね、無理やり上げたってことやもんな。まあまあそうですね。なんで、でも言うてそんなに数は多くないんで、この追加分もすぐに埋まっちゃう可能性はあります。手羽先言ったら、手渡しでまた登録してない方とか多分結構いると思うんで。そうですね、その人たちが入ったら。本当やね、マジでそのチケット手渡しした人ちゃんと申し込みしてください。これ石田本番の最終受付になってしまうわけね。はいはい、もう無理やね、もうこれ。あ、もうだからこの、まあ、追加分が埋まってしまったらもう無理です。無理言って開けてもらったんで、これ以上の無理はちょっと無理です。さあ、本当の最終受付となりますので、皆さんぜひゼップナンバー来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、すごい、最高。前回の大きな会場のキャパからしたら3倍ぐらいですからね、急に挑戦としては。確かに、すごい。頑張ろう。あと2週間、ここはスタートライン、日本武道館までの序章やから、ゼップがまずは日本武道館へのキープ。 OK、 じゃあ最後のいつもの、はい、お、来た。何が最初なんですか。ゼどうせガットされんやろな。はい、お、まあまだ切ってないですよ。おお、まだやるね。
大こけ言わないですね。もうそもそもおまけ行きでしょ。もう大大こけ言わないまあおまけですね。おまけですね。おまけです。あ、でもこれちょっとあの、ほな、いいような、これ、はい、あの、レッツゴーって言ってたよ。はい。あ、濱家さんのやつ。はいはい、早速さばいていきたいと思います。それじゃ始めましょう。レッツゴー。あれの、ほないこけと、レッツゴーの違いがあるんだけど、それをちゃんと動画に説明しとくわ。おぉ、知らないっす。ほないこけや。はい。これは。はい。レッツゴーは？レッツゴー。あ、ちょっと曲がってるんですか？あ、曲がってるんですか？横から撮ったらわかりますね。もしかして、釣り針っすか、これ。あ、そうかも。へぇー。あ、そういうことか。なるほど。ほないこけ。はい。レッツゴー。あ、曲がる。あんま正面から見たらわかんないですね。しかも、ちょっと、レッツゴー。確かに、ちょっとスピードがね。このくだり、丸々カットされてたら思うんですよ。どうしましょう。どうしましょう。どうしましょうね。